前が空いた、山田陸、小谷動き出しますが安楽戻ってきてボール、また安楽です。中へ山田陸からどうするか、小谷シュートを狙う、入った先制ゴールは前半の18分、森岡、小谷博樹の今シーズン2得点目、見事なドライブのかかったミドルシュートでした。完全に押し込んだ状態から前が空いていた小谷、うまく落としにかかるような回転をかけたシュートに見えました。キーパー松本を越えてサイドネット。